渡る美が報徳学園を 3-2 で破る14年ぶり4強進出スラッシュ甲子園びっくり。第100回全国高校野球選手権大会第14日第2試合、報徳学園に -3 再び。18日、甲子園2年連続6度目出場の再び、愛媛か芦屋台が保守3年の日本の敵地だなどで。8年ぶり15度目出場の報徳学園、東兵庫に逃げ切り勝ち。準優勝した2004年以来14年ぶりの4強進出を果たした。1回に済美が先制、安打と犠打で西二塁にすると4番池内が左前敵地打を放ち1点を奪った。報徳学園は2回西二塁で7番羽渕の中前敵地打で同点に追いついた。同点とされた済美は5回安打と四球などで1四満塁。3番芦屋が報徳学園の2番手木村から右前敵地打を放ち1点の勝ち越しに成功。9回には失策と犠打などで西二塁とし芦屋の敵地打で1点を加えた。2点を追う9回、報徳学園は4番、関東が左前打で出塁すると、5番、糸井の左越え敵地二塁打で1点差に2番手で登板した山口直を追い詰めたが及ばなかった。渡る美は3試合連続で先発し、完投していたエースの山口直に代わって池内が夏の地方大会を含めて初登板。4回1スラッシュ3を1失点と踏ん張った打撃では4番として先制打を放った。